はい、続きやっていきましょう。案外ワンステージが長いので分割してるかもしれない。はい、新キャラ、こいつは遠距離攻撃をしてくるんですよね。まあなので、この遠距離攻撃って刀で切れてるのかな、それとも当たってる、ちょっと HP ゲージを見る余裕がないのでその辺は確認できてないんだけど、一応充電しとくか。いいね、やっぱり脇道にはそれるべきだよ。なんか出た、おお、たくさんいるね。これどうなってんだ、逃げるね。で、まあ、こいつが遠距離攻撃をしてくるちょっと硬いやつ。遠距離攻撃っていうか、なんか思いっきり土砂物をまき散らしているんだが、汚ねえ。おーっと、危ねえ。できれば当たりたくねえっすね。いやー、オッケー、こういう感じか。今当たったな。これ電池はあれかな、攻撃回数によって減っていくのかな。そうなるとやっぱ適材適所の攻撃をしていかないとダメですね。セーブしよう。うん、さあ続き続き。なんかたくさんいらっしゃるね。あ、どんどん出てくるタイプね。ザコラッシュ的な感じか。いいな、本当に充電体制に入ってから右のコントローラーを適当にフリフリするだけで新しいスキルが。こちらドクタージュブナイルよ、新たなスキルチップをゲットしたよね。コースメニューのレベルアップ&スキルズにあるスキルセットの項目で確認&4 つのボタンにセット可能よ。よく使うスキルごとにまとめてプリセットとして保存もできるわ、便利。その足りない頭を使ってあなたなりのベストな組み合わせを見つけるよね。失礼だな。まあとりあえずオプション画面こんな感じ。これですね。レベルアップ&スキルズのスキルセット。これで、まあ、各ボタンに対応したところにスキルをセットできると。で、今手に入れたのがこちら、サイコチップ。複数の弾を発射する。弾が当たったキャラクターは一定時間行動不能になる。いいですね。で、もともと持ってるのがこちら、シャイニングチップ。キャラクターを拘束して操り、任意のタイミングで吹き飛ばせる。発動時にボタンを押しっぱなしで拘束、離すと吹き飛ばしと。割と中ボスレベルの敵まで効きましたので、そう、割とね、このゲームの後半のあたりまで行ったような感じなんだけど、まあなかなか初見だと難しいような感じだったなと。で、あと6つのゲームっていうからには多分こういうアクションゲーム形式のやつだけじゃなくていろいろあると思うので、これから先も楽しみだなという感じなんですけどね。お、一気に集めての、やっぱり集めて叩いた方がいいか、こういう場合は。ほい、まあ2体ずつだとちょっと見栄えがあれだよね。ほい、まあただこのアクションゲームならではだよね、こういう逃げながらみたいな。普通に切った方が早い気がします。というか、なんなら今あれ使えばよかったね、スキルの方。例えば脇道とかそれてないけど、なんかあるのかな、箱とか。
特にはないですか？進みますよ。なんか出たね。たくさん出たね。お、強いのが出てた。おっとっと、強いのが出てた。お、ほい、いいね、いいダメージだ。お、そこに見えるのが見ての通りラーメン屋よ。日本の伝統的な屋台スタイルね。クールだわ。ステージ内にはいろんな日本各地のご当地ラーメンの屋台があって、食べると体力回復とあなたをパワーアップしてくれるわ。貧弱なあなたもこれでちょっとはパワーアップできるから、見つけたら立ち寄ることね。ラーメンは日本のソウルフードよ。これだけのために日本中を旅してきたわ。さあさっさと行きなさい、ゴーゴーゴーと。そう、まさかね、このゲームをやってなおラーメンを食えるとはね。嬉しいことですよ。いや、無視はしないけど。というわけでラーメン食べましょう。なんか渋い音楽が流れてますが、バグジロー、いらっしゃいませ。お一人様入ります。最高の一杯をください。かしこまり、お待たせしました。いただきます。ごちそうさ。東京醤油、これこそシンプル&ビューティフル。醤油ベース&カツオだしのさっぱりラーメン。いいね、さっぱりなラーメン食いたいよね。バグストラ、新キャラですね。おじい様の遺言だ。男が泣くときは夢で泣け、それでも泣きたいときは涙を乾燥させろ。もう一回、ちょっと何言ってるか分かんない。お、こちらドクタージュベナイルよ。アステカストーンをゲットしたよね。トレーラーハウスでスペシャルな T シャツと交換できるわ。おー、ってことはゲームを抜けて現実世界でも一応動けるってことなのかな。さあ、右か左か。お金、お金、やっぱり真ん中だったんだよね。わあ、たくさん出てきた。こういう場合ってどうすりゃいいんだろうね。チャージ攻撃かな。電池切れが心配。こういう合間で電池回復しておけばいいのか。とりあえず、あ、いいね。やっぱ広範囲なぎ倒せるから、あのスキルいいね。シャイニングチップ。こいつ避けてくんだよなーっていう。そしてそんな時にチャージ攻撃ドン。おお、あんまり弱攻撃だとピンとこないね。ほい、さよなら。こちらジュベナイルよ。だいぶ経験値が溜まったよね。ある程度経験値が溜まるとレベルアップできるわ。ポーズメニューのレベルアップ&スキルズにあるレベルアップの項目よ。ちなみに経験値は共有だから、トラビス、バットマン、どちらを上げても OK よ。バットマンで合ってたわ。あと自信があるなら、あえてレベルアップせずに行けるところまで行ってみるのもゲーマーの一つの道。まあ一応レベル1縛りできますよっていうことを言ってるんですね。私はやらない。私は素直に進める。ああ、ロード画面で喋ることなかったらカットしますね。
さあ、なんか機械仕掛けなステージに来ましたが、いいね。やっぱ全滅演出あるとちょっと燃えますよね、アクションゲーム。その辺なんか肝をちゃんと押さえてていいなって感じする。さあ、こういう罠来ました。苦手なんだよな、こういう罠。まあタイミング見てゆっくり行けばいいんですけど、ちょっとせっかちな部分あるので、私せっかちなんだけどのんびりしてるから、ちょっとこういうのによく引っかかるというか。いいね、お金がたくさん手に入った。そして新キャラか、バグゲーツ。こいつはね、爆発してくるからサクッと吹っ飛ばした方が安全。さあ、これはどこに行くのが正解なんでしょうか。お金。で、まあ広いとこに出たからなんかあるんだろうなとは思う。こっち戻ってるよ。うわー、言わんこっちゃね。もう戻るのはやめだ、進もう。おっと、たくさん来たね。おっと、危ね。あいつ爆発するんすよね、しかも結構な広範囲で。だからあんまりど真ん中とかで爆発させない方がいいんだよなって感じがする。うわぁ、こんなところで敵に絡まれるとか嫌だな。ほっ、あ、これ引っ張るのか。へい、スキルチップ。これ手前が見づらいんですよね、ゲームの角度的に。だからあんまり手前に動くやり方はやりたくないんだけど、レベルアップ&スキルアップということで、スキル手に入れましたが、一体何が手に入ったんでしょう。ここにセットしようかな。ヘビーチップ、範囲内の敵をスローにするエリアを発生させる。いいね。まあどういうもんか使っていきましょうか。お金に導かれるままに進んできたが、こっちは進む道か。わあ。慎重に進んでいけばなんていうことはないんだろうけどな。この2つ飛ばしいけるんじゃねみたいなことを思っちゃうからさ、途中で。うん、アステカストーン。あー、あ、いてて、地獄だな。結構ダメージ量でかいし。まあまあ、皆さんは気をつけてくださいね。やるかどうかわからないけど、このゲーム。でも絶対面白いと思うんだ、ノーマンヒローズだし。おお、なんかたくさん出てきた。ほい、いいね、巻き添えにできるのはすごくありがたい。どうすかな、チャージ攻撃。いいね、今虎のマークっていうか演出が出たからすごくかっこよかった。やべ、うん、爆発してますね。 OK、 案外チャージ攻撃すぐたまるな。どんどん使っていこうか。で、おーっと、なんか出た。ほい、うん、怖い怖い。自爆系の敵は本当に嫌だな。
お、誰だ。あ、バグストラさん。おじい様の遺言だ。外食チェーンで食事をするだ。商社が買い付けた食材がどこの国のどんな品質でどんな管理をされたのか想像してみろ。答えは想像できないだろ。想像できない食材を疑えろ。確かにその通りだと思う。でも僕が好きな言葉は、栄養も食らう、毒も食らう、栄養も食らう、両方うまいと感じてこそうんたらかんたら。好きな言葉なのにちゃんと覚えていない。ゲーム内でこれからよく登場するのがこのデスヘドロンよ。デスヘドロンを攻撃することで扉を開けたりいろんなアクションが起こせるわ。さあデスヘドロンをアタックイット。ガーン。まあこんな感じで進めていこうということですね。全体が表示されるのはありがたいですよね。っていうかこういう仕掛け好きだな。なんか懐かしい気持ちにもなりますし、ああいう仕掛け。お、これどんどん使っていけるのか。別に。さて、まあこのままじゃ進むことが。落ちるの？これは気をつけていかないとダメですね。さて、まさか落ちるとは思わなかった。あー、ここは回せるだけか。まあただ進む道的にはもう一回回してるか。これで右にも行けるし左上にも行ける。ちょっと HP がやばいからな。お、あ、やっべ、回しちゃった。あ、ここだけ回るのね。こっちには何があるんだろう。何もないように見えたが、うわ、さよなら。アステカストーンですね。いいね、こういうの。こういう隠し要素的なやつ大好き。で、まあこっちまで来たけど、こっち側に何かあったから行きたいよね。敵がいるね。一瞬だね。で、あ、こっちこっち。わあ、ひで。あ、これもか。2個連続ね。おう。お宝を目の前にして足止め。よくあるパターン。ドーン。そしてドーン。いいね。そしてで今度硬いやつが来ると、ほい、いいね。3体まとめてとかロマンがある。いてーいてー。今度でかいのが出てくるんでしょ、知ってる。はいはい。あ、まあテンションは上がってるからどんどんこれで使っていけばいいんだろうけどな。ボーン、よいしょ。いいね、よいしょ。相手の HP を若干あれかな、理解してれば楽になるかなと。こちらドクタージュベナイルよ。今ゲットしたのが見ての通り UE マークよ。アンリアルエンジンですね。最近よく聞くよね。トレーラーハウスでスペシャルな T シャツと交換できるわ。あれかな、このゲームはアンリアルエンジンを使用しています T シャツかな。はい、まあ慎重に行きましょう。こんなところで食らってもアホ臭いし、 HP 半分切ってるし。特に話すことがない。おうおうおう。まと
止めて死んでいただけると助かる。たくさん出んな。あーでも案外ヘビーアタックで死ぬのか。したらチャージアタックご利用しても場合によってはいいかもしれない。結構範囲でかいっすよね。うわーまだいる。こんな組み合わせか。嫌だな。ほい。そして弱攻撃で蹴散らして強攻撃でやる。はい。まあ、こまめ。あぶね。こういうのよく引っかかるんだよな。よし。あこっちは床警戒。警戒しといて正解だったわ。お誰だお前。あバグストラさん、おじい様の遺言だ。毒を食らう勇気はあるか。ゲテモノは好きだけど、私にはそんな勇気はない。それはまだ生きたいからだ。愛する家族の顔を生命果てるその瞬間までしがみついていきたい。忘れるな、多くの外食チェーンは毒だ。お前まだ外食チェーンの話してたのか。外食チェーンね、結構好きなんだけどな。外食チェーンまだ行ったことのない外食チェーン店もあるから、いろいろ行きたいところな。おー危ねえ。あー危ねえ。これもうちょっと慎重に行きたいね。これを回避で通り抜けられるかどうか試す勇気が私にはない。バリ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 、オッケー。ちょっとバリバリのタイミングはちゃんと測っていかないと死ぬ。投げ書いたんだな。強いよ。切って、あいつの頭突き的確だな。っていうか HP がやべ。そろそろ死にそう。もうちょっと慎重に行かないと。ボン。こういうのスキルご利用して全然いいんだろうけどな。あタイミングが合わね。あ違うか、あれはただ壁になってただけなんだ。あぶねえ。おお助かった、トイレだ。あアンリアルエンジンを使っています。 T シャツはもう初期装備で持ってたわ。まあでも T シャツを集めるのも一応このゲームの醍醐味ではあるだろうから、このゲームのっていうかノーモアヒーローズの、まあだからね、いろいろやっていきましょうか。さあダダピロいところに出たらそれはボスだよねっていう話。シープマンレッド、ジェネリックシープマン。お前プレイヤーキャラクターかトリプルスターが復活したの。違う、新しき別なる世界からの来訪者、それともただのチンピラ。通りすがりの殺し屋だ。通りすがりにしちゃさっきビンビン、湿気ムンムン、鼻息ふんふん、血生臭いね、チンピラ風情が。お前を破壊者と認定しました。殺戮執行5秒前。おしゃべりな化け物だな、秒殺の刑で許してやる。俺は簡単に落ちない。ここが最初の試練だ、チンピラ野郎。中ボスの怖さは知ってるだろう。甘く見てると寝首をかくぞ。たっぷり死に覚えの刑で苦労しろってさ。死後が多いな。普通中ボスは無口だぞ。友達が少ないんだ。かわいそう。なんだそりゃ。テキストボックスだからって油断するな。スキアリ。こいつね、スキル食らうんですよね。まあだから割とゴリ押しできちゃうっていうところが。で、ヘビーアタックの2発目で、あれなんだよ。で、これでちゃんと遅くなるっていう、
まあ近づきすぎは危ないから適度に適度に離れなきゃいけないんだけどね。あ、危ね、充電中狙われるな、これ。あんまり離れすぎるのもいけないか。ほい、あいつ、おお、なかなか。ドーン。まあただこういう分かりやすい中ボスは私みたいなゴリ押し野郎には余裕なんだよなっていう感じ。出し惜しみしなきゃね。